おはようございます。ティベット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。外の工事の音がすごいんだまあね、まさかさ、もう本当にね、もう外ベランダ見んじゃん。外だよ、すぐそこのところで工事やってガガガガガガ全然寝てねまあそこそこ寝た方だけどね、それでも工事の人が頑張ってるからね。あそこを解体するんだってちょっと思ったけどね。誰も使ってない建屋で昔なんか店だったんだけど、今取り壊してるね。よりによって今かよみたいな私は今ちなみに喜びに満ち溢れてます。なんでかって言いますとですね、こうやってモンバトの収録をするのがね、2週間ぶりだからです。今回使っていくのはですね、ダッシュラン、モーモン、ドラキー、レッツゴー草原の森のチームです。オーソドックスな感じですね。はい、またダッシュランいます。今回どちらかっていうと、モーモンがあんまりこの動画に出てないなーって思ったんですよ。ドラキーはまあ無理やり結構森連とかで出てるんですけど、まあモーモンもちょっと輝かしてみたいなーっていう感があって、今回はこのね3体を使います。何がしたいのかって言いますとね、こちらでございますねいきますよ、1ターン目から。この必殺技、1ターン目に使ってこそ最大限効果を発揮する。いざゆかん、3位体。牙の持つ3体で発動する。ブラッティファング。いきます。吸血究極連携。ブラッティファング。あいしょ、あい、えい、えい、いくぜ。敵からテンションを吸い取って。全員のテンションが上がった。せーの、パーン。こういう技です。テンションを上げて、次のターンに、なんか、あれだね、ポケモンで言うちょっとなんか言いながらさ攻撃するタイプの技ですね。な、1ターン目に使って全員テンション上げて2ターン目につなげるみたいな。そう、ブラッディファンクは結構単純明快で分かりやすいんだよね、効果がね。普通に考えたらいろいろ効果で状態異常とかダウンウォールとか必殺あるじゃないか。こっちは単純に全員のテンションアップなんで、外れがない、避けていく、外れがないんだよね、これ絶対発動するから。さあ、そして2ターン目こちらですね。というわけで今回はね、モーモン、ドラキー、ダッシュランという牙の持つ3体、ね、草原森のやつらでね、やっていこうと思います。まあ、テンション今上がってる状態なんでね、ここからのダメージ結構期待できますよ。普通にね、先生ブラッティファンクはね、なかなか、うん、それはちょっとどうかと思うけどね、超バトンテンション上がった後の超音波でこれですよ。猛ダッシュ、いいよ、テンション上がって、いくぜー、ナイス、せーの、アイです、いいよ、テンションが絶対3体上がるのは強いよ。ラストいけいけ、驚愕ホラーフェイステンションがいかに強いかって話ですよね。なんか既視感あるよなって思ったそこのあなた、あなたは間違っていません。あなたはよく動画を見ていますって話ですね、はい、過去の動画に実はブラッティファングそのものはやってるんですよ。ただブラッティファングを使っていたのがあんまり強くない練習だったんで、多分ブラッティファングを生かすんだったら草原森でブラッティファングができるこの3体に組むのが一番いいんじゃないかっていうことね。あとモーモンが何よりね輝くんですよ。モーモン結構最後の方に出てますからね、2の、うん、ドラキーのね完全上司みたいな感じですけど、あ、いくぜ、はい、皆さんこの視点を ご堪能あれ、いくぜ、敵からテンション吸い取ってブラッティファング、いくぜ、全員のテンションが上がったー、せーの、ドンこれ独特なんだよな、全員のテンションが上がったドンってまあ別にダメージもね悪くないしね。でテンション次上がって攻撃できるのはね、普通に考えたらやばい技なんだよな。そもそもやばい技ではあるんだけど、まあ欠点としてはそんなにこいつら硬くないっていうのと避けないとダメですからね、モーモンとドラキーが。あとそんなになんか攻撃がめちゃくちゃ強いってタイプじゃないですよね。攻撃は確かにマスタードボールスキャンである程度補ってるけど、それでもなんかちょっと足んない。おーっと外してますよ。あとテンション貯めた後の攻撃って確かに強いんですけど、命中率が低くなります、ちょっとだけ。だから、まあ、でも必殺の中では一番強いんじゃないかな、使いやすいと思うよ普通に。というわけで今回はね、ブラッティファングで大魔王も噛み殺してやろうと思います。はい、一番出したい猛ダッシュ、ホラーフェイス、噛みつくで発動するんで、一体は技を外さないとダメなんですね。だから普通に戦う分には。おっと、可愛く歌う、歌い出す、歌うな歌うな、俺行くぜ、なんじゃこれ歌うな軽くじゃないだろう。あ、いいね、続くぜこの動画大魔王戦ですね。大魔王戦に関しては必殺技を使う理由がちょっとなくなっちゃうんですよ。
あのダメージを取るとしては別にいいんですけど、言うなれば勇気がたまらないわけですからね。その勇気を必殺技だとね、溜めづらいっていう仕様があるんで、まあ、確定命中ではあれ、ただ強みとしては確定命中であることと火力は出せるってことなんですけど、弱みとしてはまあこの状態で必殺技打っても多分勇気たまらないんですよ。はい。だから大魔王戦に使えなくはないけど、使いどころ次第って感じだね。基本的に大魔王戦は必殺技使わないんだけど、あの使いどころ次第で化けるかもしれないね、ブラッディファングなら。さあ勇気たまりました。カレンジも目指そう、前でしょ。とりあえずね、モーモンとドラッキーに燃えてもらおうと思います。なんだったらダッシュラも燃えます。でもモーモン暗黒耐性高いからなんとかなりそうだけどな。おー、モーモンやっぱり硬いね君。そう、暗黒に対しては硬いからね、ドラキー以上にね。はい、驚愕可愛い顔から、あいよいしょ、なやるじゃん意外と。じゃあ適当にお茶濁しして光玉で行こう。というわけでね、軽く3000ぐらいのやつにしときましたんで、次のターンに光玉使って勇気貯めて終わりですよ。瞬間移動まあさすがにここで死ぬことはないでしょ。だから大体この持ってき方して死んだことないしな。はい、光玉。モーモンがね、わりかし暗黒耐性めちゃくちゃ高いし、まあ、避けるモンスターだからね。まあ、ただ完全にこのドラキーとモーモンが避けないとダメっていうのは間違いないな。どっちもね、賢者と相性あるっていうタイプのキャラなんですけど、モーモンの方が圧倒的強さを誇る。うん完全にちょっとドラキーの上位互換みたいになってるからな、モーモン。ちょっとドラキーこのせいでかわいそうになったわ。ドラキーの強みがね、モリデンでしかないってことになっちゃったからね。おっと、誰かな、赤目かな。いや、なんで白目で来るんだそこ。いや、そこ白目で来るんかいと思ったあなた、間違ってません。僕も思いました、白目なんだってなんでだよ赤目で来てくれやまあでもデスタムは攻撃力高いし、状態上の現場剣とか考えると、わりかし白目でもこいつら殴り殺されるんじゃないかっていう不安があります。バイキから入ってきたが、まあじゃあいっか。3ターン目は確定で防げるんで、そこを生かしたいですね。次のターンの攻撃を全体なら1ピロリ欲しいね。単体だと 25% にかけるしかないけど、まあ草原無理チームで回避が確か 30% ぐらいでしょ。そこそこいいと思うんだけどね。白目にはちょっと負けられんで、モンマス99よ、いくらなんでも。ただ3段目防げるんだから大丈夫だと思うけどな。意外と出んな、冷たい金で必殺技をするのは無理ですね。状態異常が怖いんで必殺技を打つ必要がない。うん、さあ何か入ってくるの。ヘルホーンか、1ピロリ欲しいね、君たち避けれるから。誰も避けないあーあーあー、ひでえなこれダッシュラン君か。まあまあまあ、1体なら1体なら OK、 全然 OK よ。頼むぞ、スギアンとモンモン頑張っていけ。あーでもこれやばい、勇気貯めない方がいいかも。勇気ちょっと貯めすぎかも。心配しなくても5ターン目は凍てつく波動存在しないんで、ちょっと落ち着いていきましょう。落ち着こう落ち着こう、大丈夫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 。落ち着いて、ここ確定防御できるターンなんで、まあ、ここでね、何だったら、てかここで倒していいよ。待って、今何だったらこれ倒していいな。ここのターンに凍てつく波動は存在しないんで、状態異常にかからなければ、現場剣の状態異常にかからなければ、何だったらここで倒した方が早いかもしれない。さあ超音波、せーの、よし。さあトロボが入りました。さあとどめ圏内も行ったんで、現場剣で全員飛ばない限り勝ちですね。はいなかなかないけど、そんなことは。あ、でもこの時点でもう勝ったな。白目だしな。白目か。なんで白目になってしまったのか、お前。うわぁ。まあでも、普通に勝ったな。可愛い奴らだって強いってことを見せられたかな。物足りない。というわけで、ジゴデインの洗礼を受けてもらうことをしました。まあ、ダグのキックは毎回やってるんで、たまには正統派に行きましょう。まあ、1ピロリもしてないような気がする。そういや、モーモンたちのアキさ、回避率高いのにさ、大魔王戦では1ピロリもしない。まあ、僕の動画ならいつものことか。
やってきたのはラプソンの神殿です。ドラキーもモーモンもね、暗黒には強い耐性を持ってるんです。特にモーモンはね。というわけでですね、この3体が結構技の相性的に有利に戦えるラプソンを呼んできました。ラプソンはですね、普通にやっても強いんですよっていうか普通に強いんでね、まあ、赤目とかそいつらをね、このいつらそいつらをこいつらってなんだ何を言ってんだ俺は相性はかなりいい。ダッシュランの、まあ、冷たい息が弱点取れるんですよ。で、暗黒耐性ある2人で、まあ、会心とかちょっと出してもらって欲しいね。ラプソンは結構苦戦したからね、過去の動画でもね、必勝パターンとかで負けてるしね。まあ5ターン目、それは多分ね、5ターン目のあれのせいだと思うけど。ホラーフェイス!モーモンからしたらこいつ誰ってなってんだろうな。ナンバリング一つ違えんだもん。まあ打点はちゃんと取れるんで、こうマスターダブルスキャンした恩恵もあってね。ただブラッティーファングはちょっと使えないな。ちょっとブラッティーファングはな。普通にこれで打点が取れるんだったらブラッティーファング使う意味がないんだよな。さあ、隕石落としから入ってくる。1ピロリカモン。ちょっと1ピロリ欲しいですね。ここは、1ピロリ。おい、みんな食らっていく。まあ、ちょっとここをやるか。ここ行きます。ここちょっとね、たまにはちょっと遊び心。大魔王に打ってみようや。大魔王にちょっと打たないとね。一応このままでいいんですけど、ちょっとね、まあ、3ターン目にうまいこと繋げられる可能性もあるんで。まだ2ターン目にいてつかどう来ちゃう可能性あるけどね。まあ、とりあえず、それはそれで OK だし、まあ、全員テンション上げれば3ターン目、攻撃できるしね。全員のテンションが上がった!せーの、ドン !687。なるほど、ちょっと弱いな。最強か。最強か。まあ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 。誰?うわ、すぎやん、避けないか。まあ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 。でもテンション上がった状態だから、ここで打点一気に稼げるよ。ちょっと今んとこ古綿だね。ちょっとなんとも言えない感じだな。勇気が微妙なんだよな。やっぱ必殺技使う代償はでかい。うわ、強っ。うわ、強っ。テンションはやべえな。ちょっと、その火力の代償が、ちょっと来てるけど、勇気が、ちょっと足んねえな。さあ、驚愕、ホラーフェイス、よいしょ。あー、勇気ギリギリだな、これ。メラゾーマ、やばいね。ちょっと待って、戦場に来る大火災。抜け出してましたよ、大火災。大丈夫かな?ちょっとふざけてる場合じゃなかったかも。待って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 。うおー危ねー!あー、ちょっと待って、勇気10無駄にしてる。マジバかなー?マジバか天使の歌だけど、待って今の、このターン勇気溜まる?大丈夫かな君たち。ちょっとふざけすぎたか俺。いや、3体なら溜まる。3体、大丈夫大丈夫。あー、それはまずい。まさかお前負けんのか。え、嘘だろ。おい、え、嘘だろ。おい、頼むすぎやん。頼むすぎやん。あー、よかった、たまった、よかった、たまった。危ねえ危ないな君たち。ブラッディファング使うのもヒヤヒヤもんだわ。危ない。ダッシュランが外した時はもうヒヤヒヤしたわ。というわけでですね、結構白目ギリギリだったぞ。ブラッディファングやっぱね、大魔王戦では使いづらいな。打点は取りやすくなるんだけどね。だからブラッディファング本体が600ぐらいしか与えないからね。どっちかっていうと、対人向けの技になるのかな?必殺技はやっぱり。うん。まあ、赤目だったら絶対しません。うん。そんな暇ないんで。来たか。こいつは強いんだ。その身をもって、もう押して知るべしだよ。こいつの強さは。なぜラプソーンが強いのかっていうのは、もうその身をもって押して知るべしなんだよな。というわけで行きましょう。打点に関してはですね、全く問題ありません。モーモン、ドラキー、ダッシュランとも一応取れます。まあ、今回は、さすがにでもね、ホラーフェイスとか噛みつきの方がいい気はするけどな。うん。ホラーフェイス!あ、そうだね、321だもんね。普通に歌うとか超音波でも弱点取れますね。はい。ただ、会心打点にちょっと。てか、お前ら会心出ねえな。そういや、今更だけど、モーモンとドラキーさ、どっちも会心がまるで出ない、今回。
今日会心が成り立てないもん。はい、よいしょ、それ言ってくれないもん。さあ、どうする？加害不域か。ダッシュランがいるからダメージは何とかなんです。怖いのは行動不能の方。いる！お前かい！ああ、もう、かわいい。ピロリって言ってお前かい、避けんの。んで。お前かい、避けんの。一番なんか、違う感が出てたぞ。超音波。一応、風属性で。あ、めっちゃ出るじゃん。あー、結構出んな。意外と出たわな。ラプソーンの怖いとこは後半戦なんだよな。前半戦の火力もやばいけど、後半戦にしっかりデスカードあるからな。うわー、そこ避けられるんかい。勇気また足んねえぞ。流星群、1ピロリ。回避率見せてくれ、お前らの。お前らの回避率注文がある。ほら、ピロリ。よし、いいぞ。かなり、それ、めっちゃでかくないか。ここの流星群ピロリはマジででけえな。でもこれどうしても後半戦を回避できないね。ナイスー、鈴木アンちゃん。これ多分ね、回避できないわ。動画外でもラプソーンの怖いところはね、今までの動画を見ていただいた方ならわかると思うんですけど、後半4号に高校凍てつく波動があるってことなんですよ。そうだから、体勢をガチガチに固めたとしても、おお体勢をガチガチに固めたとしても、その、イテス稼働で結局最終ターンに持って帰って負けるっていうのが多いんですね。いやー、いや、ここね、やった方がいいね。もう、なんだったらここで潰した方がいい。ドルムーンは耐えるかどうかわからんけど、イテス稼働の試行回数を、稼がせるわけにいかない。このターンに削り切ってくれ。お前たちならできる。ここで動いてくる。ドルモンはここを耐えたら勝ちですね。ここを耐えて2体がちゃんと当てれば勝てる。ドルモンは大丈夫かな。いや、モーモン、モーモンダーキー、お前ら体勢にかけてるよ、俺は信じるぞ。うわー、どう、モーモン126、危ねえ、たいける、やってくれ、あとはやってくれ、やってくれ、やってくれ、普通にやってくれ。よし、いいぞ、モーモン、モーモンかかったぞ、お前に。恐怖ホラーウェイ、スイクザイ、やがしょん、はい、やったー、たいったな、お前ら、いったわ、お前ら。すごい。流星群のピロリとかなかったら、削り切られてたんだね、でも。でもよくね、もうドルモンはあんだけの抑えた。うん。いや、今回ね、ちょっとね、いいとこ多かったね。会心出したのはスギアンちゃんだったけど。でもあれがなければ勇気も溜まってなかったな。いろいろと全て噛み合って勝ったじゃん。お前ら、やるね。すごい。